続きまして毒組です。毒組は上の方にいるんじゃなかったっけ。これだ、毒組。できれば特殊で攻めたいんだよな。だからマットショットだな。嘘泣きをやっぱりうまいこと使っていきたいから、嘘泣きを維持したままマットショットを覚えたい。マットショットは持ってたっけ。あった、マットショット覚えてる。いいね、最高。で、まあ雨乞いがいらなくなるでしょ。で、そうなるともう一枠開くんだよね。あー、泥かけで命中率延々と下げて安全にしてからっていうのはありかもしれないな。魔改造される一家ネズミ、確かに。さて、ちゃちゃっといっちゃおう。やっぱね、確実にデカヌちゃん一匹縛りが生きてるね。クリアチャームっていうところにたどり着いたのはかなり収穫だよ。交代できないと下げられると困っちゃうからね。恩師の子。もうしつこい、エルケさん。素晴らしい適応力だぜ。続きを聞いてくれ。スターダスト作戦をしているのはスターダの問題と謎を探るため、投稿の理由を知るためだ。難を解散させたいカシオペアと一致している。話がしたい。それを言いたかっただけなのね。ありがとう、わざわざ。さて、ちょっとレベル上げすぎちゃったから、ここはレベル上げしないで行ってみようかな。シチューメイドのに会いたいんだ。近づいてみよう。スターダの新人みんなちょっと大変そうじゃん。やばい、スターダ以外にも名前が知れ渡っている。そう、なぜならチャンピオンだから。勝ち込みでーす。オールしてたのか。若いなぁ。さすが学生。おっと、お前。まさか。恩人であり、僕の同胞。なんかすごいね。同じくらいなの。意には、万難を排し、馳せ参じるが、道理なんだい。助かるぜ。方法を狙う幹物？僕が相手になるぞ。難しい言葉をいっぱい使って。怖い怖い怖い。イエーイ！怖い、この子怖い。多いな。距離が随分あるぞ。僕に、泥かけマットショット効果抜群。どうしようかな。まあ、戦い方としては泥かけで命中率下げて安全に戦っていくが多分いい気がするな。蓄える。防御が上がる。やば。特防も上がる。やめて。とりあえず泥かけ。ほら。で、もう一段命中下げて。
毒は当たるね。やばい。そうか、毒毒食らうと長期戦がやりにくくなるな。で命中2段下げたからここいらで嘘泣きで一気に特防下げて、よし来たー。2段下がってますからね。痛い、毒毒強い。でマットショットで落とせるでしょう。ほらよ、よし来たー。いいねー、いけるよこれは。毒毒強い。あ、間違えた。シルシル、ここはマットショットでゴリ寄せる気がする。ほらいいね、毒食らっちゃってるから長期戦したくない。まあこれで終わりよ。ほらよ、オッケーの、レベルアップ。ああ、これボスも毒戦略使ってくるとちょっと回復っていうかアイテムが間に合わない気がするな。よいし、勝ち込むぞー。ほらよ、ラスイッチー、死ねエイリアン。目が綺麗だな、美人さんな気がする。ウィザン、まあ難しいね言葉が。剣山じゃないんだね。ユーが恩師の子か。そこはユーなんだ。お主とかじゃないんだ。ちょっとルー大芝入ってんだな。スター団にアダナス、不届き者、我がポイズンにて。さあいざ勝負。基本ボスは2匹なのかな。さっきも2匹でその前も2匹だったもんね。いや全然違うわ、4匹もいるわ。4匹もいるぞ。多いな。スカタンク、まあ、まず泥かけ、どうせ2発じゃ倒せないはずだから泥かけて命中下げて、ドクドク初手でドクドクしてくんのか。だったら命中率下げるよりも初手嘘泣きの方がいいのかもな。ほらやば、こいつ結構防御強えな。よしよしよし、マットショット嘘、違うか、泥かけ嘘泣きマットショットの順かな。当たらない、オッケー。ヴェノムショックって毒だとダメージ上がるとかそんな技じゃなかったっけ。2段下がってんだから落ちるだろ。おお、
ヒットポイントがあるのかな、特防が強いのかな。毒で死ぬ気がする。やめて、毒で死ぬ気がするよ。毒でやられた。手前に3匹いるんだったら怒りの前歯を持っててもいいのかもしれないな。初手が毒々のはずだから、それを身でいなして怒りの前歯で半分削って、でマットショット2発で落とせるんじゃないか。行ってみよう。さあ2度目の挑戦スタタンク。さあ行きましょう。まあ一発目は毒毒だろうということで、毒を消し去る身を装備してきたので、その隙に怒りの前歯で半分にしていくと。当たらない。当たらないとかあるん。モードが浴びた。はい、食べていく。でか、身体の倍くらいあったぞ。光の前歯、もう一回毒毒してくるよね、そりゃね。なのでこれでターンかけてるとまずいから、でぶっちゃけベノムショットが怖い、なので一回は泥かけしたいからのマットショット2発で落とせると思う。当たるんかい。34でしょ。こうなると次は耐えない、次は耐えないから回復の薬使っていくしかないね。一発目の怒りの前歯を外されちゃうと、火の実の意味がないのよな。マットショット強っ。毒なくても強えじゃん。素早さ下がって俺の方が早はず。あ、ちげえか、不意打ちって先制系の技か。はい、ひとまず OK。 あと3匹そのまま戦う。ベトベトンでしょ。まあ、とりあえず回復はしなきゃいけないので、回復していく。OK。ヘドロウェーブ。よし、毒にならない。したら、また同じことなので、怒りの前歯から始めて、おれよ。あー、これ次耐えないな。次耐えないぞ。辛い戦いだな。いやー、毒になっちゃった。あー、これ難しいな。次の攻撃を食らって毒が耐えるか？攻撃食らって毒で半分いってないんだから、多分耐えるはず。マットショット。全然だ。もう一回怒りの前歯でよかった。あ、耐える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 。オッケー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 。ピゴンピゴンピゴン。危ない危ない危ない。はい、回復の薬。なんかみんなヒットポイントが高い気がする。なのか特防が高いのか。まあレベルで負けてるってのも大いにあるのか。仮の前までもう半分にしちゃおうぜ。
それよ、よし。これでマットショットで落とせない気がするな。2発食らって28、3パ24、6。ダメか、次は耐えないな。もう一回回復。これでヘドロウェーブで毒にされると結構きついな。ここは毒を食らわずに耐えてほしい。頼む。確率 30% で毒って感じなのかな。体感的にはそんな感じ。マットショット落ちて OK。 日和らず回復しないでマットショット打てればよかったね。安全に行き過ぎた。プロローム？あ、改造前も出してくるんだ。それは驚いた。ここはでも一度毒を回復させてからの、あー、こいつ硬そうだな。鋼だもんな。待って、鋼毒毒に対して地面4倍じゃん。4倍だ。4、待って、これ4倍だけどさ、4倍だけど一発で60食らってんだよな。一撃で落とせっかな。ただこれ一撃で落とせないと、まあ、ちょっと喋りながら考えるのは、一撃で落とせないと一生これを繰り返すだけだから、どっかで状態変化技とか使ってくれて、そこを起点にしたいんだけど、ダメだな。これはお祈りするしかない。4倍お願い。倒れろ。勝てー。全然勝てーわ。これ耐えて毒になるな。よし。で、マットショットで狩る。オッケー。で、次3匹目。いや、待てよ。でもダメか。ブロロームの時に、アイアンヘッドを一発耐えれる状態でつぶらな瞳を、打たなきゃいけないのか。このアイアンヘッドダメ押し、いいね。これはありがたい。で、つぶらな瞳で下げて、アイアンヘッド、そしたらこれでもう一回下げて、来た。回復入れて、2段階攻撃が下がったでしょ。で、そうすると多分ここでまた25ぐらい食らうから、いいね。で、もう一段悪いけど下げさせてもらって、で、嘘泣きと。で、こうやって多分20ぐらい食らうはずだね。22か。そしたら次も耐えるから、ここのマットショットで終わりでは？よーし、来たー。3匹目突破。
で、ここはまあ耐えないであろうということで、とりあえず回復。ポイズンアクセルは打撃技。よし、半分いかないね。半分いかないなら、つぶらな瞳で下げていく。ただこいつはバークアウトもあるから、そしたらこれ、ああ、待って、特殊技？あ、ここすげえ難しい。回復にするか、次も物理技だと思ってつぶらな瞳にするか。ここまで来るのも大変だから、ちょっと面白くはないけど硬い行動を選ぼうか。ポイズンアクセル、特殊技ないか。これでもう一段下げれたらだいぶ強いぞ。はい、来た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 。そしたら、もう一段下げさせてもらって、安全なとこまで持っていこう。いいですよ、いいですよ、いいですよ。さては、ポイズンアクセルに毒にする効果はないな。あ、でも確率 10% とかだったりするのかな。よし。これでもう20ぐらい、うぃー、言ってるそばから。ここで一回嘘泣き入れられるはず。はい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 、いいですよ、いいですよ。毒込みでも次死にません。これで4段下げた。 OK。 でここで回復使って、よしよしよし。でこっからマットショットで攻めていけばいいんじゃないかい。さあ、どんぐらい与えれるか。早いな、スピードが。毒ー、ご勘弁。ほらよ。あー、4段下げてこれか。結構強えんだな、こいつ。危ない。ほらよ。よし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 。よし、これなら4発で倒せるな。毒つらいよ。回復の薬の使用回数が一旦早くなっちゃうな、毒のせいで。さあ、次でおしまいよ。嘘、おっぶねえ、びっくりした。さようなら。オッケー、襲名討ち取ったり。かわいい。口開けるとかわいいな。家族4人で口開けてると。すげえかわいい。うわー、美人さん。めっちゃ美人さんじゃん。ブーツがやべえって自覚はあったんだ。
あ、でもあれやべえってそっちか。いいっていう意味でやべえか。そう考えるとピーニャ、ピーニャがおとなしいよな。学生服をだいぶとどめてるよね。あー、やっぱりいじめられっ子なんだな。ござらぬ。こういう言葉遣いって海外だとどういう感じになってんだろうね。あんのかな。オタクはこういう言い回しを使うとか、文字で表現できんのかな、英語とかって。ちょっと気になるその辺。ダストをシュートする。これいいな。ダストをシュートする術、記されたからくりをバ。お、バってすごいね。任天堂がそんな言葉、言い回しを使うんだね。イエーイ、ダストをシュートするでござる。リュフフ、リュフフ。どう？なぜここに？同胞を助けたくて。退学処分なんでしょ？あー、そう、そうそうそうですか。ことないんだ。へえ。じけない。そろそろネルケは何かに気づき始めてそうだよね。そうそう、そういうことだよね。